来イタリアンのコースに第三の皿というものはありませんが、このピッツァの残り半分こそが俺が今まで作ってきたイタリア料理のさらに先を開くテルトピアット三の皿。あのピザよ、半月が2個合わさってるみてえだよな。お、半月メッツァルーナ。ここからが俺の料理、ドッピオメッツァルーナピッツァ、その本当の味わいでございます。残り半分の具はチーズだけ、そんなもんが勝敗を。具として乗せられているチーズは計4種、モッツァレラ、パルミジャーノ、ゴルゴンゾーロ、リコッタ、つまりクワトロフロマッチだ。イタリアでは定番のトッピングだが、4種の配合があまりにも絶妙。ザクザクと焼き上がった香ばしい生地とも絡み合い、黒胡椒もピリリと抜かりないアクセントに。しぐれ煮で感じた濃厚な甘さとのギャップで、たまらないうまさとコクが生まれています。アーティチョークの苦みからしぐれ煮の甘み、そしてクワトロフロマッチの塩味への変化。うぅ、な、でぇ、誰味わったものを天空の高み